鳥山明さんって実は女の子との関係性好きじゃないんですよ。で女の子との関係性が好きじゃない、恋愛とか書きたくない人なんですよ。あでそれだけじゃなくて今ね徹子の部屋に出てるあのやつが、まあ、動画上がってますけど、うん、あの鳥山先生がね若い頃に、まあ、あのドクタースランプ書いてた頃に、徹子の部屋で喋ってるんだけど、うん、すごいねこれも結婚少女漫画家の人と結婚してるんだよねこの人ね。そうなんだ。同じ名古屋の漫画家さんで、漫画を描いてる人がいるって言ってそういう集まりもう行ってみようかなと思って、そしたらまあ名古屋で漫画描いてる女の人と会いたいなと思って、うん、でも会って結婚することの流れになったんだけど、実はもう女の子と喋ったことありませんでしたからねって言ってんのそこでテレビで。鳥山先生女の子と喋ってないってテレビで言ってんだよねそれね、まあ、だからそういう人なんですよこの人。もう一つの、ドクタースランプの、ねまあ、その側面としてですね、やっぱどう考えてもこれってピーターパンシンドロームだなっていうのは分かりますよね、うん、だからまあその大人その前の世代は大人になろうとしてダサいことになってるからならないっていうことによってカウンター当ててたっていうことと、あとまあその当時の子供たちがまあ失われた子供時代っていうものをまあここで体験するっていうその場所をまあ与えたっていうことと、あと、うんまあ、特筆すべきは恋愛の軽量化がここで始まってるなっていう感じがします。だからあられちゃんっていうのはあの性的な存在ではないわけですよね、まあ、男も女もないわけですよね。だから恋愛っていうものが、まあ、すごい恋愛至上主義で、しかもその70年代は恋愛っていうのものイコール不幸とセットだったから、辛いものだったんだよ恋愛っていうのは。それを今度はまあ明るいものにしようとしてんだけど、まあ、恋愛が真ん中に来ちゃうわけだよね。でも それをさそのドクタースランプ避けてるんでね、真ん中にドーンとその恋愛をしない人を置いてるっていうか、ガッチャンなんかもそうだ。だからあのこれがドラゴンボールに引き継がれますよね。悟空がまさにそのおめえ男か女か知らないっていうところから始まるっていうね。だからあの恋愛感情とか性とかいうことに目覚める前が一番自由なので、最も自由なところでフルで遊ぶと。でその他の人たちはもう目覚めちゃってるんで、性とか恋愛とかに支配されちゃってるわけですよね。でも真ん中にいる人は支配されてないっていう、ね、だから悟空の空はね、本当にもう本当に空洞の空でないんですよ、ね、そこは。ただ周りの人間たちはもう、目覚めてますからね。だからヤムチャは女の子を見たら、まあ、ね照れるしね、まあそののり巻きせんべいさんも恋愛をしてしまうしっていうことなんですよね。ただこれを鳥島さんがめちゃめちゃやらせようとしてたらしいです、当時ラブコメをね、うんうんうん、で、結婚とかちゃんと書けへんみたいな、で嫌で嫌でしょうがなかったから、それのカウンターとしてドラゴンボールが、まあね、悟空が父と結婚するとさらっとやってしまうのは、あれはだから鳥山さんがカウンターでやってたみたいですね、うん、だからそういったその世の中の生々しい恋愛事情みたいなものはその排除しようとする。この辺の鳥山さんの持ってる気質みたいなものは現代に引き継がれてものすごく今っぽいですよね。だからまあその恋愛を排除した時代、うんうん、それのまあ一つの始まりの一つだったっていう。でそうなると性はどうなるかっていうと、子供エッチにひたすらなるっていうことですよね。だからまあその老人までがですね、そうツンツンさせろって言い出すわけですよね、うん、パフパフさせろっていうふうに言い出すわけですよ。であれは完全にだから子供エッチのその次元の中にいるという、だから主人公以外はほとんど男たちはみんな子供エッチをの幼児ですよね、幼稚園児みたいなエロスっていうかっていうところに生きてますよね。でまあ子供エッチ、大人は幼児っていう、さっき言ったニコちゃん大魔王もスーパーもそうなんですけど、基本的に大人は、赤ん坊っていうね、そういうほとんどまともな大人はいないっていうことで、これがドラゴンボールにも引き継がれますよね、うんうん、だからすげえやつに会いに行くっつって会いに行ったらすげえ子供っぽいっていうのがパターンとして何度も何度も出てきますよね。でそんなやつなのっていう、そんな赤ちゃんみたいな人なのっていうことになっていくっていうことですね、うん、はいはい。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録をお願いします。